はい、皆さんこんにちは、しんです。今日は第2世代 AirPods Pro のコンセプト画像が、公開となっております。そして早ければ3月か4月に発売というリーク情報も出てきております。第2世代、こちらはより丸みを帯びたデザインとなるというリーク情報も出てきております。コンセプト画像が、そのような形となっております。そして本体のアンテナ部分がなくなるということです。充電ケースが小さくなって軽くなります。第2世代のこちらのチップはダブル2チップが搭載されます。そして2サイズで展開されるということで、こちらの方もかなり期待となっております。大きいのとちっちゃいサイズが出るとも言われております。また防水機能のサポートも強化、いくつかの機能も追加されるということで、こちら3月の発表会がとっても楽しみです。はい、続きましてはジャンパラのジャンジャンセール、こちら2月5日金曜日から行っております。なんと iPhone SE の第2世代 64GB、 こちら未使用3ヶ月保証 SIM ロック解除済みが税込み 39,800円と、なんと今販売中となっております。こちら欲しい方はもう早めに、購入された方がいいと思います。本当に、この価格で、3ヶ月保証もついていますのでお買い得です。ぜひジャンパラに行ってみてください。はい、シャオミが世界初のクワッド湾曲ウォーターウォールディスプレイを公開しております。こちらはデバイスにポートボタンは一切ないということです。充電は多分ワイヤレス充電かと思いますけども、ボタンなどはすべて埋め込み式かと思われます。いや、本当このねサイドのこの波のとことか本当すごいですね。はい、これが出たら、一度お店など行って見てみたいと思います。発売が待ち遠しい、とっても楽しい時代となっております。はい、それでは本日の動画は以上となります。では皆さん、バイバーイ。